こんにちは、イリスもてやすチャンネル委員長の林です。今日はね、全然SK の機械の話は一旦離れまして、そうですね、せっかく冬ですから、冷え性について話したいと思います。なんちゃら系は実はダメなんです。はい、ダメってことはないんだけどね、注意しなきゃいけないことがいっぱいあります。それについて説明してるんで、よかったら参考にしてください。どうぞ。皆さんこんにちは、ユリシスもてやすチャンネル委員長の林でございます。本日のテーマはこちら、冷え性対策ってことでね、やらせていただきます。皆さん大体こう冷え性な、私冷え性なんて触ったら本当に手足冷たい方おられますね。私どものスタッフでも冷え性でお客さん時代から言ってた方がいるんですが、実は冷え性の方のほとんどの方はあるものを着ています。何でしょう？ヒートテックです。あ、ごめんなさい、これメーカー名だってね。でもそういうやつね。別に某会社さんの製品だけを言ってるわけじゃなくて、つまり人間の発散している蒸気によって熱が作られて、それで発熱をしていくっていう類のものです。これを肌に着込んでいる方が非常に多い。それからもう一つの傾向としては、背中とかにカイロが貼ってる方、まあ最もね、生理とか重い方とかだとそれはしょうがないと思います。それから雪降ってる人とかはしょうがないと思うんですよ。でも普段使いからそれやっちゃってる人、まずほとんどの方、この二つハマった人はみんな大体冷え性です。で、どうしてかってわかりますかって話。冷え性にあなたたちはわざとしてるんです。手と足が冷たいんですっていうのを冷え性って言ってますよね。手と足が冷たいんですって言いながら、体だけ温めて手足ほとんど温めてないんですよ。寒い寒いって言って、人間は寒いって言ってガタ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 ってこうやって体温を温めます。体温を高くします。高くした体温は当然血管を通して、血液が温まりますから、血管を通して循環して、だん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 手足を温めていくんです。にもかかわらず体は温まってるから、ヒートテック着てる、北海道張ってる、楽チーンとか言いながら全然ガタガタ震えない。でも手足は冷たい。体温上がってますかね？血液温まってますかね？そんなもんにここ来てて温まるはずないでしょって話、俺からしたら。でも手袋したり、スノートレーニングブーツを履いたりとかしながら温めてますって言うんだったらまだわからんでもないけど、結局自分のなんか寒い寒いと思ってるのがこの胴体だからつって、胴体だけ温めて全然こっちの方手全然気にしてないのね。まあまあ皮肉って言うと、どっかの会社でどっかの部署だけ大事だから、どっかだけは手厚くして他の部署を無視してるとか、私だけはなんかすごいなんか扱いが悪いわとか言ってる人いるんだけどね、本当ね、そういう人に限ってそういうことするの。ちょっと心理的なことになっちゃうけど、でね、全然関係ない話かもしれないけど、人間って面白くって、全体をやらなきゃダメなのよ。で、全体をやらないで主要な部分だけやっときゃいいやって思って、楽っていうのか、イージーとかエンジョイとかって楽をやっちゃダメなの。絶対にめんどくさいところからやらなきゃダメ。で、ここのところを忘れちゃいけない。だから、もしね、家帰ってきて寒かったーって言ったら、もう暖房開けるのはいいんだけど、それとプラスして、できたらね、足湯で、足温めてみて。で、そうするとね、なんかね、一気にね、体温上がったりするから。うん、僕はね、そういう方がいいなと思うし、健康的だと思うんだ。だからあまりね、着るものも大切だけど、できるだけで着るものは、手袋、それから、足も、まあ、ハイヒール履いてる人があって厳しいんだけどね、あんまりいい方法がないんだけど、なるべくあったかい靴を履いてもらう。それから、あとは、体だけを温めるようにしないで、なるべくこう、なんていうかな、発熱をするもんじゃっけ、こう、なんていうかな、何層も分けて何枚も着込む。だから、ウィンドブレーカーを中に着込むなんて、南極観測隊の人はするし、ジャケットの裏見るとね、こういうアルミの生地が、張り付いてて、で、こう着るとあったかいとかね、そういう風なのもありますから、そういうのにして、風っていうか空気を外に出さないで、あったかい空気をここに保つっていうことをしていただくと、とってもいいと思います。ちなみに家にいた時は、靴下とかレッグウォーマーとか全部取ってください。裸足で生活されることをお勧めします。寒いじゃん、冷てえじゃんつっててもそうしてください。それによってブーツ臭くなりません。それからあと足がだから蒸れたりしません。
で、乾燥して、ちゃんと清潔な状態が保てますし、それよりも何よりも、1年それをやってるだけで、ほぼほぼもう冷え性なくなります。僕はそう思ってます。実際に僕のお客さんでもそうですし、うちのスタッフもそうですけど、1年間そうしてごらんたら、確かに楽になったって皆さんおっしゃいます。つまり、あまり体だけを、胴体だけを過保護に温めないっていうことですね。そんなことでございます。はい。では今日は以上でございます。ありがとうございました。